スリーピングドッグス、香港秘密警察は、オープンワールド型クライムアクションゲームである。カナダのユナイテッドフロントゲームズとイギリスのスクウェアエニックスロンドンスタジオの共同で制作が行われ、2012年8月14日に、北米版、同年9月27日に、日本版がスクウェアエニックスから発売された。ゲームの舞台は香港。トライアドに潜入する。 操作感を中心にゲームが展開していく。マイクロソフト i n d o w s XBOX360、Xbox PS3 をプラットフォームとする。トゥルークライムシリーズの第3作目として、それまでシリーズを発売してきたアクティビジョンから2011年に発売される予定であったが、2011年2月9日に発売中止が発表された。ところが、その後、 スクウェア・エニックスがゲームの販売権をアクティビジョンから買い、スクウェア・エニックスロンドンスタジオの監督のもと、ユナイテッド・フロント・ゲームズが開発を継続を行い、発売に至った。スクウェア・エニックスはトゥルー・クライムの商標権は購入しなかったので、スリーピングドッグスというタイトルで発売された。スリーピングドッグスの重要な要素の一つとして、 街を自由に動き回れるオープンワールド形式を用いていることが挙げられる。操作するキャラクターを第三者視点で操作してゲームを進めていく点ではロールプレイングやサードパーソンシューティングゲームの要素も取り入れている。プレイヤーはサンフランシスコ市警察の組織犯罪対策部に所属する中国系アメリカ人の主人公。 ウェイシェンケーをを操作しゲームを進めていく物語は、ウェイケージが、サンオンイーと呼ばれる、トライアドへの潜入操作を命じられるところから始まり、表向きは、トライアドの一員として、犯罪の片棒を担ぎながらも、本来の自身の任務を、まっとうし、最終的には、トライアドの暴挙を抑えなければならないという、ウェイケージの葛藤が描かれている。 県日常すべて実名での登場はしていない。自動車、オートバイ、モーターボートが存在する。高級車、スポーツカー、オートバイは各地にあるディーラーで購入が可能である。トヨタコースター、香港主要クラウンコンフォートのタクシー前作の、トゥルークライム、ニューヨークシティに対する評価が芳しくなかったことや、売り上げがあまり振るわなかったこともあり、TC、 NYC 発売後にトゥルークライムシリーズ第3作目の発売が噂されていたものの、発売元のアクティビジョンは別のタイトルに資本を集中させるため、しばらくはシリーズの開発を中止していた。だが、TC、NYC 発売から4年経った2009年12月12日、スパイクビデオゲームアワード2009の会場で、アクティビジョンはトゥルークライムと名付けた。 トゥルークライムシリーズの第3弾の予告編を公開、同時に発売元は今までと変わらずアクティビジョンだが、制作元はそれまでのシリーズを制作したルクソーフラックスからユナイテッドフロントゲームズに変わることが発表された。2010年8月6日、制作上の都合により発売が2011年にまで遅れることが発表された。 アクティビジョンの CEO であるエリック・ヒルシュバーグによると、この発売日の遅れは、トゥルークライム、香港という作品にとって価値あるものだったとし、制作期間の延長によって、相応の成果が得られました。銃撃シーン、格闘シーンなどのゲームシステムは、車両の運転シーンと同様に高度に洗練されたものになり、オープンワールド系のゲームでは、 かなり難しいとされていたことを実現できたのですと発言している。しかしながら2011年2月9日、アクティビジョンはより利益率の高いオンラインゲームに資本を集中させるため TCHK の制作の中止を発表。この決断は世界一の双方向娯楽体験を作るべき。 最高の機会を逃したくないという我が社の方針に基づくものです。都市、ギターヒーローシリーズとともに TC、HK もその制作が中止された。これは TC、HK が GTA シリーズやセインツローシリーズなどの他のオープンワールド系ゲームと販売競争を行う上で十分な製品ではないと判断されたからである。それによりアクティビジョンは トゥルークライムシリーズが十分な利益を生み出さないと判断し制作をやめさせた。アクティビジョンはどれだけ楽観的に考えたとしてもオープンワールド系ジャンルでトゥルークライムが頂点に立てないだろうと残している。制作元のユナイテッドフロントゲームズも自社の公式サイトでアクティビジョンと共にこのプロジェクトを完成できなかったことに対して誠に残念に思っております。 しかしながら、私どもも理由は承知しており、アクティビジョンとの間でも、最高のゲームを作るという意見では一致しております。また将来アクティビジョンと共に仕事ができることがあることを願いますが、現在のところは、私どもの創作の視点を新たな方向に向けることに、しましたと開発の中止に対する落胆の意を表明した。TCHK のエグゼクティブプロデューサーである、 シュテファン・ファンデル・メッシュとによると、アクティビジョンが制作中止を発表した時には、ゲーム自体は、コンテンツの面において、最初から最後までプレイできるほどの完成度を有していたといい、アクティビジョンの見解とは違い、オープンワールド系ジャンルの中でも DC、HK は、否定を取らないとしている。Our チームハズワークドベリー、ハードツーファインド。 A solution where everybody wins.Square Enix gets the benefit of the tremendous.Investment we've made in the game thus far.UFG gets to stay together.And complete their vision.And gamers get to play a great game.Week don't be more thrilled.Activision Publishing CEO.Eric Harshberg.About the Publishing Lights 2011年8月2日 スクウェアエニックスはトゥルークライム香港の販売権を獲得しユナイテッドフロントゲームズと共にゲームの開発を継続を発表したしかしながらスクウェアエニックスはトゥルークライムという商標権は購入しなかったのでこれまでのトゥルークライム香港とはタイトルを変更して発売予定である共同開発元のスクウェアエニックスロンドンスタジオのジェネラルマネージャーのリーシングルトンは ゲーム誌のインタビューで、初めて見てプレイしてみたとき、そのゲームに惚れてしまいましたと残し、これはコントローラーを置きたくなくなるゲーム、すなわち、ハマる、ゲームタイトルの一つになり得ますねと言っている。また、ユナイテッドフロントゲームズに関しては、ユナイテッドフロントゲームズの開発チームにあったとき、契約はもう決まったも同然だった。ゲームと、その開発チームが持つ、 大きな潜在的能力をすぐに実感したとも話している。ユナイテッドフロントゲームズの社長、シュテファン・ベッセルも、スクウェア・エニックス・ロンドン・スタジオと共に仕事ができることは本当に喜ばしいことですし、彼らのこのゲームに対する熱意は我々にとっても本当に大きな利益となると語っている。ありがとうございます。